はい、どうも、私でございます。本日はファイナルファンタジーレコードキーパーリメイクというか、02というか、もう一周やっていきたいと思います。まあ別アカウントなので、今やったらどんな感じかなーって感じなので、まあ一から楽しんでいってみたいなと思います。既存のアカウントに関しては、もちろんそのまま反映させていくんで、まあ、こちらの方はサブ赤ですが、今現環境で、一からやっていくとどんな感じになるかなっていう感じで、まあ、より一層ファイナルファンタジーレコードキーパー楽しめるんじゃないかなって感じなので、こっちの方をやっていきたいと思うんで、もしよかったら見てください。それでは進めます。誰かが君を呼ぶ声が聞こえる。君の名前は？名前。ちょっと待って。ハリー、RE2 で。ハリー、RE2 でいいですか？ハリー RE2 でいきます。今こそ記憶を取り戻すとき、さあ扉は開かれた。様子がおかしいと思って来てみれば、やっぱりクポ。まさにファイナルファンタジー7リメイクの時ぴったりですね。海外に封印された記憶が失われているクポ。このままではこの王国が滅び去ってしまうクポ。ドクターはもう王国中が混乱してます。一体何が探したクポ。キーマネクシャー学ぶ偉大な物語、記憶、それこそが出場と安定をもたらす。もともとね、どういうストーリーなのかっていうと、結局なんか海岸を記憶を戻す、消えちゃうから、記憶を残していこうみたいな話なんですよね、確か。もともとレコードキーパーのストーリーって。今にして、ここら辺も全部飛ばしてたんで、ここが扉の幕ポ。記憶は物語ごとにまとめてるから封印されてるクポ。この扉の間からどの物語の記憶をたどるか選択できるクポ。多くの記憶が失われた今、こうやって記録をたどることができるのはこの扉。まずはこの物語が記憶をたどる。さあ扉を開く。セブンからね。ああ、これがいい伝えの。一番魔航路ね。それでは行きましょうか。プロローグ。ここでパーティー編成できる。今回はこのまま行く。はい、行きます。なんもないからね。最後はフレンド召喚。クラウドの箱撃っていうのかな。どんなんか全然俺、超必殺やで。若干、パソコンのがこう、滑らかに動いてる気がするな。聖国ポー、記憶世界に入ったクポ、国会が大城内。それから僕の案内して来ないといけない。順序は覚えたクポ。道順は覚えたクポって。まあ行きましょうか。ここら辺は、大体覚えてると思うんで、普通に進んでいきたいと思います。記憶世界では戦い方伝授する ATB でたまると行動。まあここら辺はもう普通で OK ですね。戦う。全然。スピードは5なのかな。ああ、まだスピード設定はできない。サンダーのアビリティ使う。そうね、サンダーね。ようできてるゲームですからね、レコードキーパー。倒すと戦闘後に宝箱を落とすことがある。宝箱には装備が入ってる。どんな装備が入ってるかクリアまでお楽しみです。バトル中に獲得したここにカウント。宝箱は装備、オーバーアビリティ。ギルは装備の強化などに使えるね。4000か。敵は弱点属性がある。弱点をつく。これ、弱点どうかってわかんないからね。スモークショー。50キャ。これはポーション。戦闘後に敵がポーションを落とすことがある。まあ、これ大事っすよね。ケアルとかが充実してないときは、この落ちてるポーションで回復するぐらいですもんね。行動選択の前、敵や味方をタップするとターゲット選択できるか。じゃあ、こいつをターゲットっていうか、サンダーね。意地でもサンダーさせたいね。自動で、どうしてもターゲットを選びたいときだけ使うね。まあ結構多いですからね、ターゲッティングすることは。しかも一発でやっつけられないという。術技ゲージがたまったクポ、これで必殺技が使える。今の強力な技を使うクポ必殺。断撃のグリモアか、懐かしいな。断撃のグリモア最初めっちゃ使ったやつ。強いね、確かに。必殺技ゲージは敵からダメージを受けた時かアビリティを使用した時にたまる。必殺技によって使用ゲージ数は違うかタイミングを見て使う。確かにね、必殺技は大事っすもんね。さあボス戦ですね。いや最後のラウンド、ダンジョンの最後にボスがいることがある。ボスを倒すとダンジョンクリア。さあガードスコーピオンやっつけてみる。ここかめっちゃサンダー使われとるからね。あと1回しか使わない。道中でサンダー使わされたっていう経よ。これ痛いね。ヒールもないからね。普通に叩く気はないっすよね。痛いよ。絶対勝てねえじゃん。テールレーザーバカ。どうでした？大ピンチクポ。ここはフレンド召喚で別次元にフレンドの力を借りるクポ。これねクラウドさん、これ箱撃ですか。強っ。ちょっと強すぎやろ。いくらなんでも2桁しか与えてなかったら4桁でクラードさん、ちょっとビビるで今のは。さすがにやったクポ。フレンド召喚は別次元の英雄の必殺技を借りることができるから覚えておくといい。確かにね。これは黒魔導士が魔導士が入るのね。で白魔導士、はい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 。これでマスクリね。いい評価もらうといいアイテムある。でレベル2か。だがクリアでマスクリですね。ありがとうございます。ミスリルもゲット。スタミナもアップってことね。 OK です。さすがありがとうございます。でこれでどんどん進めていくって感じね。あとは黒魔導士と白魔導士を仲間に入れろってことですね。もう今はお任せでサクッとできるってことね。あ、装備召喚ね。今回特別足りないミスリルプレゼント。じゃあ行きましょう。これ多分必殺技とかつかないでと思うんですよ。はい、バーストとか消費者とかがつくわけでもなくて銀ね。まあ剣がありゃなんとでもなると思うんで。バスタードソードね。強い武器が入ったクポ。じゃ装備しましょうか。まず入れ替えたい装備をタップだ。ナイフ13だったんでどれくらい変わるんだよ。わあ全然違うじゃん。これ装備完了の簡単。おいちょっと待って、アビリティもこれもったいないじゃねえか。仕方ない、俺が作っておいたアビリティサンダー剣の特別サービスだ。マジですか。そうね、じゃあサンダー剣ゲットしますか。これでアビリティオビさんがもっと強い装備が欲しい。すまんが今材料がねえか生成できねえか。これで冒険準備は大体できた。この絵絵画を見るクポ、記憶が蘇ったんでこれをたくさんしていけってことですよね。ファイナルファンタジーのプレリュードやかっこええわ。かっこいいっすね。こんなかっこよかったですか。こんなかっこよかったですかって言ったら失礼ですけど、始まり方全然覚えてない。これでチュートリアル完了ですね。一応戦い方はもう OK なんで、まあ基本的なことはもう知り尽くしてるとまでは言えないですけど、ある程度分かってるんで、もうとにかく効率化を意識していきます。で、ガンガン進めて、早めに深淵クリアして、魔石に挑めるようになりたいなって感じですね。でログインボーナスミスリード50個。そうなんです。スタートダッシュ、ミスリード50、ギルが入って、で、10日後にもまたミスリード50もらうのか。これ決勝っすよね。星3かな。フラグメントももらえるのか。で、ピックアップ装備障害。アースいきなりゲット。セブンリメイクの発売記念でチケットがもらえるのか。ありがてえな。しかもエアリスのドレスコード。ゲット。で、ログインボーナスでゲットで、ブルームフェスタでチケットもゲットか。いや、これって結構、早々といいのが入るんじゃないかな。で、これで、攻略アドっすね。次のダンジョンはとても強い英雄の力を感じる。セブンの世界で、高田英雄の記憶、クポでも強い死の力を感じる。さあ次の5番はこれ、英雄の記憶を通って仲間にするクポか。これもじゃあ、進めた方がいいのかな。一番面白い本を進めた一人前の歴史学者になるための手順が書かれているってことは、これがそうですね。よくこの曲は聴きますよ。ここがその書庫、導きの書ね。導きの書は大体わかります。まあでもこれもう進めていきたいですね。ガチャ引けてバーストとかもあるんで、導きの書のミッションは結構クリアしていきたいですね。今だったらどんなのがあるんだ、簡単なのだったら。ノーマル装備召喚、栄養1人10か。魔法キャビタセット。ああ、なるほどね。まあ、ここら辺のは達成していきましょうかね。試練の書とかは OK ですね。やっていく、こっちもやっていきたいですね。ちょうどね、ファイナルファンタジー7リメイクフェスとブルームフェスタがやってるんで、まあ始める時期としてはかなりいいんじゃないんですかね。レコダン期間限定か。レコダンじゃ1回クリアしよう。4月14日。ああ、まだ時間はあるんですけど、まだレコダンできてないからね。確かいけない。はい、ということで、第1回目はこれ終わりたいと思います。今から、ファイナルファンタジーレコードキーパーサブの方も進めていきたいんで、まあ、目標をどこに置くかっていうのはまだ明確ではないですけど、とりあえず深淵を全部クリアするっていうところですね、目標としては。まあ、先もやっていこうかなと思うんで、ファイナルファンタジーレコードキーパーのこっちの方のサブ赤、まあ、リメイクというか、レイ2って勝手に僕は言うんですけど、こっちの方を楽しんでいただければいいと思います。もしよかったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼します。バイバイ。